ことねえや。どうかお助けください。待たせてしまったな。はあ、危うく死ぬところだったよ。命の恩人だよ。もう安全だ。景色見た覚えがある。この家は父上が模した海賊の隠れ家。ようやく思い出した。直ちにここから立ち去る。そなたのことを覚えておる。そなたが来て以来この地は死んだままだぞ。果たしていかほどの菊草をその手で申し尽くしたのであろうな。答えてみよ。俺も知りたいほどだ。二度と息を傷つけはせぬ。ならばされ、さすれば菊草も不安なくよみがえろう。猛虎は人の命も草の葉も容赦なく刈り取る。この地を奴らに踏み荒らしはさせん。俺が守ってみせよう。そなたがあらずばよみがえるのだ。なれど言うとも聞くまじか。来い。見よ、奴らは森を潰し息を奪うための材木としておる。散らせ。その後そなたも失せよ。霧で中は見えんが声がする。二度と森を潰さんよう懲らしめねば。どこだ。瞬く間にか。足跡はない、尋常に勝負。姿を見せぬか。では聞け。こたびはこの地を守った。借りは返せただろうか。